こんにちは、Gです。今回はラズパイには欠かせない SD のお話。まずは歴史から。SD はパナソニック、サンディスク、東芝によって1999年に企画開発されました。SD のライセンス管理団体として SD アソシエーションがカリフォルニア州に設立されています。SD カード、SD ハードなどのメーカーはこの団体の会員とならなければなりません。さらにライセンス契約を交わすことで特許の使用や SD ロゴの表示が許されます。現在会員数は約1000社。ライセンスについて、著作権の概念はほぼ世界共通です。しかしその運用や規制は国によって異なります。文化的背景や法律の違いなどから知財関係については米国で団体運営することが多いです。SD に限らず DVD、ブルーレイ、HDMI など日本企業初の知財も同様です。2000年頃は SD の類似企画が乱立していました。ソニーのメモリースティック、サンディスクのコンパクトフラッシュ、東芝、オリンパス、富士フイルムなどのスマートメディア、富士フイルムとオリンパスの XD ピクチャーカード、などなど。2004年以降、SD がデジカメ、スマホに採用されることにより、マイクロ SD が主流となりました。もちろん、類似規格の製品もまだ販売されています。めちゃ高いけど、SD はセキュアデジタルの略であると言われています。当初から、CPRM 著作権保護機能を用意していたからです。ユーザーがアクセスできないセクターがあり、識別子として機能するものです。ただうまい運用がなされず、また需要も少なかったことで、2017年以降オプションとなりました。現在は保護あり、なし、両バージョンが販売可能となっているんですが、表示がなくてよくわかりません。Linux などオープンソースの場合、ライセンス料の源泉がないので支払いができない。そこでドライバーなどは開発するんですが、標準では SD が使用できません。抜け道ということではないんですが、USB ポートに SD アダプターを挿して使う場合は、ライセンス料は不要なので、その方法が一般化しています。ラズパイの場合、SD スロットが付いているので、ライセンスを受けて製造しているんだと思います。さて、納書きはこれくらいで、ラズパイ仕様を前提に具体的な SD の話をしましょう。画面のようにSD にはいくつか種類があります。他にもタイプはあるんですが、ラズパイで利用できるのは SD、SDHC、SDXC だけです。当たり前ですが、早くて安い SD が誰にとってもベストですよね。過度なクオリティも不要ですから、SDHC を選択するのが普通です。32GB 以上のサイズが必要なら SDXC になります。速度について3種類のスピードクラスがあります。これが分かりにくい原因と感じています。全規格を知る必要はないので大事なことだけにしますが、UHS スピードクラス1を購入しましょう。画面のマークがある SD です。U3 というのもあるんですが、
ラズパイにはオーバースペックで不要です。 SD スピードクラスという規格もあります。クラス2とかクラス10という表示です。それぞれ数字の速度を保証するという意味になります。例えばクラス10は10メガ毎秒の速度が保証されます。この規格表示ならラズパイ用にはクラス10の一択です。でもクラス10と書かれてるから大丈夫ということじゃない。 SD スピードクラスは規格が後付けなので U1 プラスクラス10と書かれてるのを確認します。さらに UHS1 や UHS3 と書かれているものがあります。 UHS1 で大丈夫、 UHS3 はオーバースペックで価格差に見合うほどの性能差は出ません。 V90 とかの表示はビデオスピードクラスなんですが、ラズパイでは無視して構いません。結論とすれば SDHC、SDXC、クラス10、U1 がコストパフォーマンスがいいということです。それ以外を買ってはダメです。スーパーやコンビニ、ドラッグストアでは SD は買わない。家電量販店でもワゴンセールの SD には手を出してはいけません。業務用とか高耐久と書かれた SD がありますが、これらは構造や原理から違うので高いんです。ラズパイにはもったいないし、安いのを複数買った方がいい。ちょっとしたことですが、 SD はできるだけ同じメーカーで揃えましょう。理由は実質容量がメーカーごとに異なるので、イメージコピーができないことがあるからです。メーカーが同じであれば SD から SD へのバックアップが容易です。 SD は書き込み回数に限度があり、寿命があります。利用状況で寿命は異なりますが、突然利用できなくなる瞬間があるということです。必ず予備を持つようにしましょう。寿命かなと思った時、簡易版なんですがチェック方法をご紹介します。画面のサイトは SD チェッカーとして古くからある F3 の Mac 用アプリです。ダウンロードして回答し、アプリケーションフォルダーに入れて起動します。 SD を指定してテストボタンをクリックすると、短時間で合否判定のみ行えます。 SD を買うとケース付きとそうでないものがあります。ケース付きなら管理は良いですが、そうでないと市販のカードケースを使うことになります。複数の SD を入れるケースが主流で、いろんなケースを試しましたが全部使いにくいです。私の場合、SD のおまけの個別ケースの方が取り回しが良くて管理が楽。それで Amazon で個別ケース20個パックを購入してみたんですが、SD のおまけより使い勝手が良かった。レビューは散々だったんですけどね。一応リンクを説明欄に貼っときますのでご参考に。ケースの目的は SD をなくさない、何だったかわかる、これが大事なんで、たくさん入るケースは論外。個人の感想ですけど、私は内容を書いたポストイットを個別ケースに貼って管理しています。ご覧いただきありがとうございました。バレンタインデーでチョコをもらいました。だけどマンゴチョコレートって何なんだ？マンゴは大好きでチョコも好きだけど、微妙でした。
あ、そうだ。彼女はコーヒー好きで、麺類も好きだから。ホワイトデーはコーヒーうどん。ではまた次回。